アメリカで発達した文化人類学は、人類の社会、文化の側面を研究する学問です。生活様式や物の考え方、言語や慣習など、多様な人間の諸文化をフィールドワークによって記録、記述し、それを比較研究して、文化の側面における人類の共通の法則性を見出そうとするものです。その文化人類学における20世紀最大の人類学者、哲学者がクロード・レヴィストロースです。実は彼が生粋の日本通であり、5回に及ぶ日本訪問においてその都度の印象をまとめたのが月の裏側という著書です。日本に滞在し、人類学者、哲学者の目で歴史、神話の構造的解説、文学、芸能、大工、陶芸、食の職人技に至る日本文化をつぶさに観察した造形の深さ、関心の深さ、視点の鋭さに圧倒されます。この動画では月の裏側を引用しながら、彼の鋭い観察眼から見た月の裏側のように普通は見ることのできない日本人の姿について眺めていきます。海外の方に日本、日本人、そしてその文化とは何ですかと問われたら、皆さんは即時に返答することができるでしょうか。きっと投稿主を含め一言では説明できませんと返答した後に、なんとなくの答えを頭に巡らせるのではないでしょうか。レヴィストロースは、人間を脅かす災いは自らの根源を忘れてしまうことと述べています。先にご紹介した彼の日本探訪記月の裏側は、日本人が知らなかった日本を本格的に論じた書です。そんな彼の日本文明への絶対的な敬愛は幼き頃から始まっていたと言われています。その不誠実の文化人類学者をして、悔しいが日本には比類がないとまで言わしめた優れた日本とはどのようなものなのでしょうか。彼は1908年に両親が一時的に滞在していたベルギーのブリュッセルで生まれました。両親ともアルザス出身のユダヤ人の家系であり、また両親はいとこ同士であったといいます。曽祖父はイザーク・シュトラウスという作曲家で、同時代に活躍したワルツ王ヨハン・シュトラウス2世と同姓であったことから、生前パリで人気がありました。父は画家で、日本の浮世絵、版画を非常に好み、クロードは学校で良い成績を取るごとに、その褒美に版画を1枚もらって大喜びしたといいます。そんな理由で父、息子ともに日本の美術工芸に関心が深かったのでした。その後、ソルボンヌ大学の哲学教授資格試験に合格し、教師を務めていた時、1935年、ブラジルの新設サンパウロ大学、社会学教授として赴任。サンパウロでの大学教授生活の間、パラグアイとの国境地帯に居住していたカリュベオ族や、ブラジル内陸のマトグロッソ地方に居住していたボロロ族の下での調査を行っています。その後、大学からの任期延長の話を断り、ほぼ1年間、ブラジルの内陸部を横断する長期調査に当たります。この調査の途上で、ナムビクワラ族やトーピカワイブ族など、アマゾン川の支流に暮らすいくつかの民族と接触しています。このようなブラジルに渡るまでの経緯や、ブラジルでの現地調査などの様々な体験、さらに、ナチスによるユダヤ人迫害が迫るのを逃れて、マルセイユから船でアメリカ合衆国へ亡命し、第二次大戦後、フランスに帰国する頃までの体験のいくつかは、著書、悲しき熱帯の中で、印象的に回想されています。その中で提唱された構造主義は、それまでの西洋哲学を激変させ、当時の世界を席巻した実存主義を覆しました。彼の著名な野生の思考の末尾には、構造主義の特徴的な文章が綴られています。文明社会と未開社会を比較して、これらは二様式として平地するものであり、未開人の様々な地の体系は自分たちの世界を安定的に維持するための知恵の結集であり、彼らの自然依附の念は今日の環境問題に大切な教訓を与えているのである。そしてそれらの全ての思考の基盤にあるものは目には見えない構造を持っている。なかなかに理解するのが難しい理論ですが、簡単な例えで言えば、じゃんけんのような三つどもえの対立構造を持つ遊びは多くの文化に共通しているといったものです。それまで勢いのあったのはサルトルをはじめとする実存主義者たちです。サルトルは、人間とは歴史に投げ込まれた自由な存在であり、自由の刑に処されている人間は
自ら積極的に歴史に参加することによって新たな歴史を作ることができると語りました。しかしサルトルの歴史観はよくあるように西洋の歴史を前提としています。したがって他の文明や民族を考慮していないため、他から見れば偏見であり、自由な人間によって歴史がより良い方向に進むという実存主義の主張は西洋的な歴史観の強要であるとレヴィストロースは捉えました。さらに彼はサルトルの人間は根源的に自由であるという主張に対し、人間の思考や行動はその根底にある社会的文化的な構造に支配されているのではないかと反論したのです。そんな彼が国際交流基金の招きで初来日したのが1977年10月から11月です。以後も1986年4月の他に数度来日し、講演、シンポジウムや日本人学者らとの交流を行っています。この頃から日本文化を高く評価する親日家として知られ、1993年春の外国人叙勲では勲二等旭日重光章が授与されているのです。その後レヴィストロースは2009年10月30日パリにて逝去しますが、2014年7月日本の人類学者川田純三氏役による月の裏側日本文化への資格が刊行されます。月の裏側という比喩は西欧にいては見ることのなかった日本の優れた文化形態のことを指しています。そして極東という地勢からこの国をさまざまな東西文化の集積地と捉え、その現れとしての芸術、民芸、神話を構造的に分析するのです。レヴィストロースは来日時、博物館や社寺仏閣の見学より町や村の染師、絵師、陶芸師、鍛冶師、魚師、板前、邦楽奏者などへのインタビューに時間を費やしました。日本文化を作り出しているのがどのような人々なのか、ますます興味を惹かれたようです。そして彼らの一途に仕事に打ち込む姿に深く感動したといいます。ここから先は月の裏側の本文からの引用によって彼の日本観を眺めていきます。アメリカの発見が人類史の大事件であったことは確かであるが、その4世紀後の日本の開国は正反対の性質を持ちながらももう一つの大事件であった。北アメリカは住民はわずかだったが、未開発の天然資源にあふれた新しい世界だった。日本は自然資源には恵まれていなかったが、その代わり住民たちが国の豊かさを作っていた。日本は自然の富は乏しいが、反対に人間性においては非常に豊かである。人々は常に社会に役立とうとしている感じが伝わる。その人たちの社会的地位がどれほどつつましいものであっても、社会全体が必要としている役割を満たそうとする。それでいて全くくつろいだ感じである。気を切る時の西洋のオス文化と日本の引く文化の違いについて次のように語っています。大工の神奈屋のこの引き方、ろくろの回し方は西洋とはあべこべの様相を見せる。職人が同じ注意深さで内側も外側も表も裏も見える部分も見えない部分も手を抜かない。日本の伝統的工芸品にその精神が認められる。日本製の小型計算機、録音機、時計などは領域は異なっても完璧な出来栄えという点で、かつての日本の鐔、根付、印籠のように触れても眺めても魅力あるものであり続けている。日本語の学ぶは真似るで、職人は師匠の技を見て真似し、考え、工夫し、年数をかけて本物の技に近づく訓練、修行を重ねる。一人前になると師をつけて呼ばれる。日本は外国文化を取り入れ、見事に日本風に作り変える。日本は歴史の流れの中で外国から多くの影響を受けてきた。特に中国と朝鮮からの影響、ついでヨーロッパと北アメリカからの影響である。けれども私が驚異的に思うのは、日本はそれらを極めてよく同化したためにそこから別のものを作り出したことである。これらのどの影響も受ける前に日本人は縄文文明という一つの文明を持っていた。縄文文明と比較できるものは皆無である。日本は外国文化を積極的に取り入れ、日本流に同化させて新たなものを生み出してきた。最も強い影響を受けた中国の漢字からカタカナ、ひらがなを作り、中国語は話さない。英語は和製英語に派生して一般的に広く使われている。低学年から英語を学んでも流暢な英語を話さない。
文化を守ることはその国の言葉を厳正に守るという理念が浸透している。科学と技術の先端に位置するこの革新的な国が、古びた過去に根を下ろしたアニミズム的思考に畏敬を抱き続けていることは驚くべきことである。神道の信仰や儀礼で宇宙のあらゆる存在に霊性を認める神道の世界像は、自然と超自然、人間の世界と動物や植物の世界、さらには物質と生命を結び合わせる。私が人類学者として称賛してきたのは、日本がその最も近代的な表現においても最も遠い過去との連携を内に秘めていることである。それに引き換え、私たちフランス人は私たちに根っこがあることはよく知っているが、それに立ち戻るのがひどく難しいのである。日本には一種の連続性ないしは連帯感が永久に存在しているのである。縄文の土器は他のどんな土器にも似ていない。年代についても、これほど古く遡ることのできる土器作りの技術は他に知られていない。1万年続いたという長い期間も類を見ない。とりわけ火炎様式などの様式が独創的である。銅鐸に描かれている文様、歯には大和絵、浮世絵などには表現の意図と手段の簡素さが共通して認められる。これは中国式のふんだんな複雑さからはおよそ遠いものである。書家はたっぷり余分な墨汁を硯で整え、半紙に筆先を下ろす。一気に書き上げた文字の勢い、躍動感が黒の濃淡に浮かび上がる。半紙の白を凝視すると、白が墨の文字の輪郭を形取っている。書道は何もない史上に白の空間を作る芸術である。料理、絵画、音楽は他の素材を混ぜない。料理では自然の産物をそのままの状態に置き、中華料理やフランス料理とは反対に素材や味を混ぜ合わせることを避ける。日本料理はほとんど油を使わず、自然の素材をそのまま盛り付け、それをどう混ぜ合わせるかは食べる人の選択と主体性に任されている。これほど中華料理から遠く隔たっているものはない。日本料理は見た目も味のうちと盛り付けや器にもこだわる。寿司の盛り付けも同色のネタが整然と並べられる。木版画は線描と色彩とが独立しており、表現力豊かな線と平面的に塗られた色彩が特徴である。この相互の独立は他のどの技法にも増して版画がよく表現できる。線と色彩の二元性である。純粋な日本のグラフィックアートも純粋な日本料理も混ぜ合わせることを拒否し、基本的な要素を強調する。日本人は音も色も匂いも味も密度もキメも区別し、並列し、取り合わせる。版画では有名な北斎ブルーの青、浮世絵の鮮やかな赤に紅など単色の塗り重ねや、平面的な色の濃淡によって奥行きを表現する技法が特徴である。彼の分析は、日本人が改めて日本という国を再確認するためのヒントにあふれています。なぜならレヴィ＝ストロース自身が自分の日本観察の理由を次のように語っているからです。私が日本にいる理由は、日本人が自分たちを見るという機会を提供するためだと思う。と、そしてこのように日本文化は東洋に対しても西洋に対しても一線を画している。日本文化は今日東洋に社会的健康の模範を、西洋には精神的健康の模範を提供している、と語っています。今回ここまでレヴィ＝ストロースの観点から日本を改めて見直してみましたが、その着眼点は現代の我々にとっても特に伝統的なものが多いことから、どこか現代の日本の実態とは程遠いような気がします。ところが実は我々はある時期を境に、過去に脈々と築いてきた日本人ならではの大切な生活文化を置き去りにしてきたことに気づかされます。西洋に憧れ、これまでになかった多くのものを手に入れた明治、大正、家臣が破滅を招いた昭和初期、そして戦後アメリカの影響にすがる形で再生を試みた昭和後期を経て、平成の大災害を乗り越えて生活水準自体は確かに満足いく成果を出してきました。しかしその過程で我々日本人は本当に大切なものを忘れ去ってしまったのかもしれません。さまざまな価値観、文化や国際情勢が入り乱れ、まさに混迷する現代の日本社会において、我々日本人は改めて自己を振り返る時期に
来ているのではないでしょうか。これでこのお話を終わります。このお話が皆様にとってレヴィ＝ストロースの理論の理解や日本の良さを再確認するきっかけになれれば幸いです。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。